どうも芸人×プロスピースでございます。吉本芸人の高井と申します。よろしくお願いします。さっきはね、涌井さんホーム画面チーム西武ライオンズということで無課金赤でございます。はい、ということでね、今日は、TS 第3弾の契約書開封、はい、ネットスタジアムの、累計開封してその後に、ガチオーダーでリアタイという形にさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、こっちの狙いは、浅村選手です。はい、西武の浅村選手を何としても取りたいなと、いうことでございます。で、まあ、池山さんか阿部さんが来ても、まあ、当たりかなという感じでございます。この3人でございます。よろしくお願いします。早速開封しまーす。行きましょう。さあ、無課金なんでね、ここはもう大事ですよ、本当に。これで TS 浅村さん来たらガチで西武純正やりたいね。お願いします。こーいふっくーん。はい、じゃあね、リアタイやっていきましょう。綺麗だな、この守備。うん、みんな二遊間キャッチャー以外みんな B、 二遊間キャッチャー A ってことでね、最高っすね。あ、さあ、まあリアタイやっていきましょうか。今日先発藤浪投手ですね。まあ、無課金赤にしかいないんでね、藤浪投手はまあこれも貴重っすね。うん、さあ、ということでね、まあ累計開封しましたけども、まあ福浦さんは大台入りしない。うん、正直ね。浅村さんだったらね、僕継承しようと思ってたんですよ。楽天の浅村さんを継承しようと思ってたんですよね、西武に。まあだからね、ちょっと残念だけど、まあしょうがないっすよね。12分の1当てるのは、まあ、至難の技ですから、いけないっす。まあ、これでね DS 第3弾僕の中で終わったんで、まああとはセレクションに向けて、あと無課金赤はね、あとやっぱギータ欲しいんだよね、この今ね、相手バッターにいるけど、まあ、ギータがやっぱ欲しいから、そこちょっと気を、気引き締めてギータ取りたい。いけないっす。セカンド菊池さん、オッケー。さあ、増田高さんいきましょう。わ、タイトルホルダーの由伸さんか、極みか、えぐいな。行こう。いや、それは、うわー、もったいない。もったいなさすぎる。振り遅れてるな、手が。もう OK よ。まあ見えてるよね。ツースプは見えるよね、俺は。行こう。さあ、3球目は何か。ああ、今の見えてなかった。取れた。ちょっと今見えてなかったな。スプリットに見えたな。OK よ。行こう。ああ、ちょっと振り遅れてんな。あかんな、今日。集中していこう。山内さんはもうバケモンだから、絶対に打つでしょ。バケモンはもう100打つよ。見ててください。ナイス戦、いいね。てかね、俺落合さんよりバケモンの方が打ちやすい気がするんだよな。気のせいかな。山内さん使っている人に聞きたい。ほらね、打ちやすすぎるよ、ほんと。さあ、ここで田淵でございます。いやー、でも累計開封ちょっとなー、マジで浅村さん欲しかったからな。まあでも無課金だからね、しょうがないんだよ。狙い撃ちもまあ引けないしね、しょうがないよね。まあ無課金はね、どこでガチャ引くかが大切ですから。あかん。これね、おかわりくんもね、結構強いんだよね。そうそうそう、新尻のおかわりくん結構強いのよ。おい、ショートナイス。で、メインの方ではね、阿部さんだったじゃないですか。そうそう、阿部さん取れて、で、まあ、無課金の方では福浦さんなんですけど、ここのフォーク振ってくれるの。もう一球行こう。うわ、ここのフォーク振る。ここ、え、危ない。お互い嫉妬逃してるよ。あかんよ、これ。あー、てかさ、この何、この銚子くんのこの通信中ってめっちゃ出るよね。で、1球後にストレート、これが振り遅れると思うんだよね。 OK、 ナイス。あ、ここ抑えたい。マジで勝ちたい。ここ抑えたいな。いや本当にさっきの話戻りますけど、まあ安倍さん取れてメインは無課金は福浦さんだったんで、まあ、次 TS 第4弾いつだっけ、7月の下旬だっけねえ、なのでまあそこでいい引きできればなって感じですよね。1500円足たまるかな、今ちょうど300ぐらいだからたまんないかな、たまんなかったらまあ60連できなかったら多分回さないんで、外角最近熱い外角、あうまいね、流せる人よね、この人ね、流せる人に外角はダメよ、うん、ちょっと高めいこうか、高めどういう反応するか、ちょうどケナイス加藤この試合加藤、とりあえず宗隆君がホームラン打ってくれればもう終わりだからね、行こうよ宗隆君。いいよなかなかね、宗隆君超今2か、超2はちょっときついよな、もう少し A ランク欲しいな宗隆君の。これ流すとかじゃない、今ボールだったな、これねベストナインのね鈴木誠也さんね、俺アーチすると思うんだよな、マージ打ちやすいからでしょ、言うたやんあざした。